皆様こんにちは、JG です。初めての上部フィルター。1、グランデ600購入の経緯。新しいろ過器を立ち上げたが、魚の遊泳スペースが狭くなりました。新しい生態を導入したいがろ過器が邪魔になります。そこでろ過器を安い上部式フィルターへ変えることを検討しました。グランデ600は外部式フィルターのようにろ過容積が大きいのが特徴です。またウェット&ドライ方式が使えるろ過層を追加できるのが魅力です。グランデ600はチャームさんで安く購入できます。4126円。これに別途ろ過剤が必要になります。2. メリット・デメリット。大容量ろ過層3.9L。 ドライ方式はウェット方式よりも多量にバクテリアがつきやすい。安価、チャームさんで4126円。メンテナンス性が高い、配管がシンプル、組み立てやすい。 3. 露材など。物理ろ過用として上部フィルター用マット、スドートジェックス、リングろ過剤、寿工芸、マツダのバイオミニボール、ネットに入れて使います。ダブルバイオ、寿工芸、上部フィルター用露材、ドライ方式用ろ過層。4. 運用。上段は物理ろ過でジェックス製マットとスドーのハードマットを入れてます。消音用にスポンジを入れてます。ポンプが強いのでオーバーフローの先を越えることがある。下段にはろ過剤を入れてます。下段のマットは取り除いています。水位を最低水位線より上にしないと排水音がうるさい。5. 改良計画。ドライ層を2段にして物理ろ過とドライろ過を分けたい。物理ろ過はそのままにしてもう1段ろ過層を増やしたい。ドライろ過専用の露材、キャビティとかを使ってみたい。ポンプとの接続するパイプはパワーアップパイプでつなぐことも可能。今後やってみたい。6. 乾燥。ろ過層には露材が煮えるぐらい入っているし、運用から1ヶ月以上経っています。ろ過も安定していると思います。それでも餌の食べ残しが発生するので水替えは毎日行っている。上部フィルターの良い点として、外部式フィルターと比べ配管がシンプルで組み立てやすいです。これはメンテナンス性が高いことを意味します。この手の製品は掃除が必要になります。露材がネットに入っていると効果的です。露材を自由に選べるのも優れたポイントです。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。